すごい。めっちゃでかいっすね。キャンプで使う薪とかでこのサイズですか。まあ、そうですね。あ、本当だ。はい、カメさん、今日は、今日はですね、マキタのチェーンソー3大タイプの使い分け。マキタさんから出てるチェーンソーって長さも違えば形も違うし、どれ買っていいのかわからんみたいなことをよく聞かれるんですね。で、大きく挙げてやっぱなんかアウトドアキャンプで使いたい、園芸で使いたい、林業で使いたい、作業に対して最適なものを選んだ方が安全ですし、スピーディーです。なんか3大タイプということで、まず1つ目は、まずはですね、 10.8V ハンディーソーですね。まあ、ハンディーソーなので、はい、片手で扱えるようにできたチェーンソーになります。へえ、すごく省音ですし、はい、まあ、女性の方でも扱いやすい。で、これ 18V と 10.8V の2つあるんですよ。これは 10.8V、ね、残念ながら 18V 売り切れだったって裏事情もあるんですけども、はい、結果的に10.8V の充電バッテリーがめちゃくちゃ軽いんですね。で、その上で自立するんですよ、うん、あ、すごいですね。で、はい、別途販売でこういうホルダーもあるので、はい、これは園芸で使えるっていうところと、アウトドアキャンプでもめちゃくちゃおすすめです。一般ユースモデルだったらこれ一択でもいいんじゃないかっていうことですね。このバッテリーで1日の作業全然持つんじゃないですかね。なるほど。こういうやつとかでも、はい、あ、すごキャンプ行った時って足で折ったりとかするかもしれないですけど、跳ね返って危なかったりする時ってあるんですよね、はい、乾いた木とかをこう分担したりとか着るでもこの竹で十分間に合いますし、威力抜群です。で、その上で薪とかでも、はい、まあ、これぐらいのやつにする場合ってバトニングっていう作業をするんですよ本来。はいはい、バトニング、例えばこれ、はい、ジャパニーズナトアックスっていう謎の刀みたいな刀なんですけれども、はい、ちょっと危ないんで出さないです、はい、こういう風に縦に割って薪を割る作業とかあるんですけれども、はい、こうやって持ったりすると危ないんですよね。こう慣れない人がキャンプで焚き火するってなった時にだいたい危ない目に遭うんですよ。あの手斧とかこういうの入門するより前に結構こういうのでもいいんじゃないかってちょっとおすすめしたくなります。なるほどね。庭木の剪定、冬の剪定とかに結構これ心強い味方になります。2つ目は、はい、でこれが 115mm ミニチェーンソーですね。あ、なるほど。さっきはちょっと一回り大きいような感じですね、はい、これ一番僕が長年扱ってるチェーンソーですね。はいはい。でめっちゃ取り回しいいんですよ。なるほど。ちょっと自立しないのは難点なんですけどもなるほど。こんなに小さくて 18V なのに小屋の解体とかこの幅以上の生木とかでもゴリゴリいけちゃいます。まあ、結構粗く使ってもこれでは大丈夫なので片手ぐらいでも扱えるし、この安全装置がついてるから切っ先とかがキックバックっていうこの先っぽに当たって跳ね返るみたいな、なるほど、そういう危ない目にもなりづらいですよね。でチェーンソーマンですね。チェーンソーマンとかに出てるキックバックってすごく危ないんですよ、はい、充電式の場合はこんなですぐ止まるんですよ離したら。でもエンジン式だったらこの余韻が残って回り続けたりするじゃないですか。なんか巻き込んだりした時とかでも安全装置的に働くっていうところとすぐ止まるので、はい、まあ、結構これ取り回しが良く、まあ、これぐらいパワーあるんだったら、はい、なんかエンジン式のチェーンソーとか一般の方使わなくてもいいんです十分これで十分確かに、まあ、なんていうのはここの安全ストッパーがあるので、はい、これ以上の幅を一気に切ろうとすると引っかかったりとかする。あ、なるほど。でキャンプで使う巻きとかでもこのサイズじゃないですか。縦でも横でもこれで十分いけちゃうので、このミニチェーンソーは、まあ、万能園芸用具として使えるんじゃないかなと。ハードに園芸するとか片手でちょっと高いところの枝サッと切ったりだとか、うん、園芸をこれ着てあるだけで結構強いと思いますね。では最後ですね。はい、最後行きましょう。これめっちゃでかいですねこれ。ジェイソンマン。これちょうどチェーンソーマンのポチタにちょっと似てる。ちょっと似てるかもしれないですね。ちょっと似てますね。これがサイズ的にいくつだったかな、はい、まあ、結構長いんですよ、はい、でこれ 36V、はい、18V 2つ使います、はい、超威力あるんですね。新しいモデルだったら 40V の一発のやつも出ると思うんですけど、へー、これ2つ使うんですね。あ、本当だ。そんな風に使うんですね。結構いかついです。はい、使っててテンション上がります。これ買った理由が結構これぐらいのサイズの杉を倒す、
なるほど。杉の倒木とか、はい、まあ、うち山持ってるので山の手入れもそうそう初めてキャンプ場作るみたいな話なんですけども、はい、まあ、木をこう切るとこれぐらいの幅が必要なの。うーん、林業ですねこれこそやっぱり先っぽの方がキックバックみたいなのが掘りやすいからエンジン式のやつとか、はい、先っぽ当たった時にバーンとこう引っ張って自分のとこにこう来る、うわ、怖、こう来ちゃうのがキックバックの一番怖いあと足がってやつしまう、あ、それだけちょっと危ないやつなんですけども、はい、まあ、これの良心としてはやっぱり丸太とか倒木とかはハードなシーンなので、はい、林業に携わっている方だったりとか、まあ、山を開拓したい人みたいなんですかね、うん、最近自伐林業っていう、はい、自分で山を手入れするみたいな活動が結構盛んに行われてきた中で、はい、周り聞こえなくなっちゃうことなんですね、エンジン式だと。あ、なるほど。だからもし自分の山なんとかしたいとかいう方いらっしゃるんだったら、うん、結構これはいいんじゃないかな。結構おじいちゃんとかから譲り受けた山とかって杉だらけになってて、はい、あの枯れてるやつとかがあったり木を倒したりだとか倒した後の木をスライスしてって、はい、これぐらいのサイズ、この薪のサイズぐらいですかね、はい、にしていくまでにはちょうどいい。うちはこの3つ使い分けて園芸の充実を図っているんですが、はい、だいぶこれの利用心が少ないですね。なるほど、それはやっぱ大きいんでそうですね、うん、まあちょっと使っててテンションは上がるんですけど確かにこれはテンション上がりそうですね、うん、ちょっとまとめなんですけれども、ちょっと3つまた紹介してもらっていいですか。はい、まず1つ目がマキタの 10.8V ハンディソーですね。これ何用でしたっけ。プチ園芸、男性でも女性でも簡単に扱える園芸用、はい、もしくはアウトドア用に携帯してっても便利なやつです。はい、2つ目は 18V のミニチェーンソーですね、はい、ハードに生木、柿の木だったりとか杉の木とかの剪定、はい、間伐をしたり、まあ、低木ですね、片手で扱えるぐらいですけれどもしっかりと使えるので、あとは小屋の解体とか使ったりとかします。はい、はい、そして一番テンションの上がる3つ目、はい、これですね。これはまあ20センチ直径ぐらいの木を切り倒したりだとか、倒した木を小分けにしたりする非常に便利なやつです。まあ、主にあの生きてる木か朽ちた木とかを、まあ、切ったり解体するのに向いてるので、製材だったりとかはまたちょっと別のものになったり、根を切ったりする根っこ、土ごと切ったりする場合は、はい、別の動画とか紹介するレシプロソーっていうノコギリで土ごとゴギゴギゴ切って根を切っちゃうみたいなやり方がありますので、まあ基本的には立ち木園芸とかに向いてると思います。はい、ありがとうございました。このチャンネルではちょうどいい地域暮らし体験っていうのをご紹介させていただきました。電動式工具を使った、まあ、ハイブリッドな反応体験だったりだとか、クラフトワークだったりとか DIY とかそういったところですね。僕がプロフェッショナルというわけではないんですけれども、ちょうどいいところから始めて、まあ、体験できるような、まあ、暮らしの紹介ということになっています。この黒崎ベースですけれども、基本的にはゲストハウスという形で、運営させていただいています。 Airbnb、LINE 公式アカウント、ホームページの方から予約を受け止まっていますので、まあ、興味のある方はぜひよろしくお願いします。では今回は、ご視聴いただきありがとうございました。